皆さんこんにちは、小杉十郎太です。お元気ですか？さあ3月になりましたね。まあ3月といえば東日本大震災から1年が経ったわけなんですけれども、いまだに大変な生活を強いられている被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思います。僕も応援しています。頑張ってください。さて3月といえばですね、なんといっても卒業の季節ですよね。まあ卒業といえば、まあ、幼稚園は卒園しました。小学校になって初めて卒業しました。中学生になって卒業しました。高校生になって卒業しました。で大学生になって卒業しました。じゃあおじさんかまあね、そんな卒業の季節でもあるわけなんですけれども、まあ僕もですね54歳になって初めてのあの春を迎えたわけなんですけれどもね、考えてみれば去年8月に、僕の音楽活動5周年記念ライブをやったんですが、ということは今年は僕の音楽活動6年目、そしてですね、最初のライブ活動から J2 ミュージックアクションというのをずっと続けてきているわけなんですが、実は今まで J2 ミュージックアクション9回やっています。9回やっています。そしてですね、今回来月4月7日にですね、J2 ミュージックアクションザ・テンス十郎太の10回目をやれることになりました。イエーイ。僕にとってもですね、本当に記念すべき10回目の J2 ミュージックアクションということなんですけれども、今回はですね、4月7日土曜日に南青山マンダラで、10回目のライブをやりたいと思っています。今回はですね、去年の8月の5周年記念ライブに来て、くださった方はご存知だと思うんですけれども、同じ編成同じメンバーでお送りしたいと思っています。ドラムですね、キーボード、そしてベース、ギター、そして僕という5人編成で同じメンバーでお送りしたいと思っています。なんといってもですね、このあのメンバーの特徴はですね、ベースギターが20代で、あと僕を含めてドラムキーボード全部50代、三子がないんですね。三子がない、このようなユニークな、と言いますか、なんと言いますかね、このメンバーで、今回はですね、あれやこれやこういろんなカバーなんかもですね、このバンドならではのサウンドを生かしてやりたいと思っていますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではここでですね、何度も言ってますけれども、去年8月の僕の5周年記念ライブで初めて歌った曲を、ここで皆さんに聴いていただきたいと思います。作詞作曲は私小杉十郎太でございます。それでは聴いてください。サバンナ。
守りたい。むき出しの角度や、むき出しの愛で、いつか抱きしめる君を。8月なんか土曜日、南青山マンダラでお待ちしていまーす。じゃあね、待ってるよ、待ってるからね。待ってるよ、バイバイ。